今6時44分。いやー、順調ですね。あー、こっちはひでえわ。ひでえもんだ。はい、おはようございます。今日は7月20日火曜日、時刻は6時36分です。6時頃にね、袋井マイナス完了でまた関東に、空車で登っていきたいと思います。今日はね、例のオリンピックのね、車線規制どうなってるかちょっとね、見ていきたいと思うんですけども、これ今国道1号線走ってます。それで藤岡岡部からね、藤枝岡部から乗ってですね、都内に入っていこう行くか、またまた圏央道に回ろうか、まあ、ちょっと看板見てね、交通情報を見ながら考えたいと思うんですけど、果たしてね、どうなるか。昨日も東名のね、上りは10キロ程度の渋滞が出たらしいので、まあまあ今日もね、ほぼほぼ渋滞はあると思うんですけど、昨日ほどではないのか、それとも昨日と変わらずそれ以上になるのかちょっと分かりませんけども、ちょっと今から関東の方に登ってみたいと思います。はい、今6時44分、国道1号線藤枝バイパスまで来ましたね。東光寺トンネルって書いてあったかな、今ね。これはいつもの渋滞なんですかね。はい、新東名藤枝岡部から乗ります。はい、東名、川崎まで来ましたね。2キロバックでこの先から絞り込んでるみたいですね。川崎出口の、1キロ手前から絞り込み始まります。渋滞してません。あ、でもちょっとあれかな、混み始めてきたのかな。混んでないよね。ラッキーだ。東京のね、これ、終点なんですけど、右と2番目、右の1番目、2番目が ETC ですね。2つに絞ってますね。今ね、10時11分、混んでませんね、東京ゲート終点です。はい、東京終点です。
混んでなさそうですね。三軒茶屋の入り口はね、閉まってますね。今ね、10時23分現在ですね。順調に流れてます。中がね、混んでれば山手トンネル考えたんですけど、大丈夫そうですね。渋谷の入り口は開いてますね。あ、でも通行止めになった時もあるんだね、これね。うわ、来ちゃった来ちゃった。いい車乗ってる人は車線をまたぐよね。よく見るよね、こういう光景。大回りできない。まあ1000円ね、上乗せしたって、やっぱりこうやって乗車はね、走りますよね。それでもだいぶね、交通量減ってるんでしょうけどね。あとは実際ね、開会式始まってから大幅に規制がきつくなるんでしょうから、どうなるかですよね、その後がね。よいしょ。はい、これで小菅ジャンクション。まあ、首都高はこれでね、もう渋滞なさそうなんで、あとは、これ先ずっと行ってね、常磐道の上りがどうなってるかね、ちょっと見てみたいと思います。今、首都高のね、上り、八潮の料金所のとこですけど、
渋滞ないですね。スムーズですね。反対側ね、上り。スムーズです。さてさて、常磐道の入り口ね、三郷の料金所。あともう少しですね。なぜ止まる？あらら、大型止まっちゃったのか。どうしたでしょうね。あーでもやっぱり上りはね、ゲート絞ってる影響出てますね。やっぱりね、常磐道は昨日夜通った時はね、ETC 2つしかなかったんですね。やっぱり同じですね、同じ状況です。で、一般レーンが奥の方に2個ぐらいあったのかな。やっぱりちょっと詰まってますね。流山予約パック。渋滞、東名の方が流れちゃってましたね。東名渋滞なかったもんね。ちょうどね、だいたい昼前はね、地場のトラックなんかがね、戻る時間だから、やっぱり一旦昼前って混みますもんね。もう夏休みもね、夏休みも今日からとか明日からとかなんでしょ。いや、東名下り混んでましたからね。大和バス停の先、あれは なんつうの、綾瀬バス停、大和トンネルの先、あそこ頭でね、ずっと混んでましたね、横浜青葉までね。さすがに繋がってねえだろ、ここまでは。あら、この辺はもう止まっちゃってますね、ピタッと。そろそろ動いても、うわ、柏インターね、上りびっちりですね。いやうちの会社の人がね、これから昼過ぎぐらいからね、また東京登るんですけど、これじゃちょっとね、ひどすぎるな。で首都高はガラガラだけど、ああこっちはひでえわ、ひでえもんだ。ここまで、ここ最後尾ですね、ここ右側。いやいや、こっから投げぞ。
上りは、常磐道上りはね、柏の出口手前で止まっちゃいましたね。一方ね、東名の上りはね、空いてました。10時、9時何分でしたっけ、10時ぐらい、10時前後ですよね。渋滞なく首都高を入ることができました。まあ、これがね、いざ実際本当にオリンピックがね、もう開会式始まって、それからどうなるかですね。まあ、今のところ7月20日、11時今4分、まあ、今のところこんな感じでした。